どうも皆様、改めまして怪獣の高野です。怪獣のコウと申します。で、スペシャルゲスト松崎ゆきさんです。こんにちは。はい、それではまず最初になぜこのセルフテープというもののイベントを開催しようと思ったのかをお聞かせ願えれば嬉しいです。コロナ感染症拡大で、まあ、日本ではあまり浸透していなかったセルフテープが徐々にこう使われ始めたと。でも実はこのセルフテープというのは海外ではスタンダードでもうよく使われているものです。で怪獣はまあ海外案件を多くやることもあり、まあ、コロナ前からセルフテープっていうのを結構推奨というか使ってきていたんですが、まあ、改めてセルフテープとは何ぞやというところから始まり、演技は問題ないんだけれど撮り方がもうちょっとうまくできたらよりなんていうんですかね、プレゼンした時に有利になるんじゃないか。セルフテープっていう言葉自体もまだ定着してなかったですもんね。今でもセルフテープって何ですかっていうご質問があると、一番簡単なのは俳優さん自身が自分のお芝居を、自分で撮影をして、応募するっていうことですよね。そうです。はい、でその映像のクオリティがちょっと、求められているクオリティに達してない機会がすごく多くて、我々もねガイドラインとかを毎回作ったりとかして、皆さんにお届けしているんですけれども、そんな中でもちょっとクオリティ、ハイクオリティというか僕たちのスタンダードにもう満たしている、映像っていうのがなかなか届かないっていうことが多くあったので、まあ、こういった機会で直接皆さんとコミュニケーションを取りながら、ベーシックなところを掴んでいきたいなと思ってます。このままダイレクトにこのセルフテープだけでキャストが決まったりするんですか？これね、決まっちゃうんですよね。うん、そのクオリティがすごくしっかりしていれば、1、2本のセルフテーププラスズームとかでの監督との本国とこの、まあ、決定権のある方々とのズームの、やり取りだけでブッキングが決まったっていう例も今までありましたね。ありました、はい、ということはこのセルフテープのクオリティを上げることによってもうそのまんまキャストされる可能性が上がるってことですか？間違いなくそうですね。はあ、じゃあかなり重要じゃないですか。かなり重要ですよ。まずセルフテープとは何かというのが一つ目で、その後セルフテープの取り方を細かく説明します。その後実際に、実践でセルフテープを取ってみます。それでどういうふうな工夫だったりどういうふうな技を使える、皆さんに見ていただいて次皆さんがセルフテープを取るときにはもう皆さんがもうセルフテープマスターになっているのが目標です。セルフテープというのは俳優自身が自分の演技を自分でカメラやスマホでも全然撮ることができる、それがセルフテープになってます。今なぜ日本でセルフテープが求められているか、でまず一つ目が、コロナ感染症ですね。でもう一つの理由は日本で撮影される海外作品が今すごく増えてきています。怪獣でも何件か扱ってますが、その案件でローカルハイヤーですね、まあ、つまり現地で役者さんを探してキャストをするっていうのが主流になってきて、ではそのセルフテープのメリットは何かと、自分で撮るので、まあ、何度も撮り直しができると、で自分が納得のいくものが撮れると、もう一つが、日本のみならず海外を視野に挑戦することができると。書類選考から落としてしまう、ことしかできなかった人もセルフテープお願いしますっていうのは我々としては気分としては、まあ、すごく気軽にお願いができる。でそのビデオは、まあ、しっかりと見ることで新しい才能というんですかね、新しい出会いが、もっと簡単に、求められるという手に入るのかなっていうところで、そういったメリットもキャスティングの中ではありますよね。では続いて、セルフテープの取り方ですね、大きく3つに分けさせてもらいました。まず1つ目がもう基本的なことですね、計画を立てる、まあ、提出までの締め切りから逆算してスケジュールを立てるって書いてあるんですけど、皆さん忘れがちなのが意外とこのアップロードの時間を忘れがちなんですよ、うん、だからまあ撮るところから送るまでのことを考えてスケジュールを立てるということですね。で、まあ、もちろん練習をすると。で、ステップ2です。実際に撮影をします。で、その後、撮り終わったものを提出するんですが、その時に、編集が必要になります。で、その後、アップロード。でも、共有っていうのは僕たちにも送って、送り届けるところまでってことですね。これが大きい、まあ、セルフテープの撮り方の流れです。このステップ2の撮影のところにある見ないっていうのは、これは衣装のことですか？髪型もそうですし、はあ、あとは、もちろんさっき言った服装もそうですね。なるほど。ヘアメイクとかね。ヘアメイク。実際のオーディションでもセルフテープオーディションでも基本的には大体その役に合った身なり
役に合った髪型、役に合ったその、衣装というものを着てオーディションに参加する方が可能性は上がるということですね。と思います。ただ、そんなにブレイクダウンとか台本からこの人何してるのかなっていうのが分からない場合は、もし迷ったらば、こうプレインな服装ですよね。あんまり派手なものにしないっていう。ブレイクダウンというのは何ですか？これ役設定ですか？役設定ですね。なるほど。ぐちゃぐちゃカラカラ、綺麗な蛍光色っていう風になると、これもチカチカしてしまうので、そのチョイスどころじゃなくなっちゃいますからね。そうね。だからそこはもうなんか、目障りじゃない、はい、を選択するべきかなと思います。まず基本的には、髪の毛で顔が隠れないようにすることですね。まあ、なんかイメージに合った髪型とか、そういうのもあると思うんですけど、まあ、表情をやっぱり見たいので、うん、目だったりとか、顔の表情が見れるように、もう顔が隠れているっていうのは避けたい。すごいいいお芝居なんだけどね、こうなってる人いますよね。うん、ちょっともったいないですね、はい、それもったいないですね。女性の方はどうですか、結んだ方がいいのかな。でも下げててもその顔を隠れなければいいよね。そうですね、うん、そこがポイントです。隠れなければ。じゃあ次がメイクですね。はい、まあ、指定がない限りっていうのが大事ですね。指定がもちろんあればそれに合ったメイクをしていただきたいんですけど、まあ、基本的には普段通りの自然なナチュラルな状態を保ってください。で、服装ですね。でもその役に合った、役のイメージに合った服装を選んでほしいんですけど、例えばこの役のこの格好をするとすごい目障りになってしまう。じゃあどうすればいいかというと、その中で、まあ、服の色ですね、あんまり派手じゃない色を選んだり、ロゴとか、あとこうブランドネームがこう大きく入ったもの、縞模様だったりとか、そういうものは避けて、うん、シンプルなものがいいですね、うん、撮影場所、できるだけ雑音のない部屋、まあ、例えば自分の部屋が大通りに面していたら車の音とか聞こえてしまうと思うんですけど、そういうのを避けるっていうことですね。で、これ、まあ、雑音以外にも時々バックミュージックとかをかけてシーンを読んで、あ、こういうの流したらいいんじゃないかなって思って流してる方いると思うんですけど、これはもう全く必要なくてですね、やめた方がいい。やめた方がいいです。なぜかというと、そのセリフがまず聞こえなくなってしまうってことと、服装と一緒なんですけど、こう目障りじゃない、耳障りになってしまう、まあ、つまりその設定にあるロケーションに行って撮影する必要はないってことです。ないです。小道具ですね、うん、これもまあ指定がない限りなんですけど、基本はこのハンドルを持つとか、そういう、まあ、それを用意してやる必要はなくて、ペンでなんかこう書いてる ところとかも、まあ、持ってるふりをしたりとか。でも実際に例えばお芝居に本当に必要だだなって思うものに関しては自分で用意して使用した方がいいと思います、うん、コーヒーを飲みながら喋るとかいうのがあるじゃないですか、うん、で、それだと別にこれやんなくていいと思うんですよね、僕。なるほど。実はでもこのコーヒーもらってうまいっていう芝居があったとするじゃないですか、はい、そうしたらコーヒーはっていいと思うんです、うんうん、なるほど。ミニマムでいいですよね、うん、つまりその小道具の方がだから本当目障りにならないようにするんですね、うん、本当小道具ではなくお芝居の方に目が行くように背景ですね。これももうさっきから言ってる通り、目障りにならないようにすると、うん、もうプレーンな白とかグレーとか派手じゃない色を使用して背景を意識してほしいと思います。繰り返し言いますけれども、見たいのはこの画角のパフォーマンスですね。はい、照明ですね。これ大事だね。これが大事ですね。顔全体が鮮明に見えることっていうのが基本的な条件で、まあ、ライティング使っても影がこう顔に落ちちゃったりして結局見えないとか、逆光になってしまっているとか。あとでまあお見せしますけども、思い切って顔が綺麗に映る、一番綺麗に映る方法を、探っていただく、まあ、光が綺麗に当たっている状態を、作ってほしい。まあ、カメラで撮るのも全然いいんですけど、携帯、iPhone とか。スマートフォンで撮っていただいて大丈夫です。ただ、ここで注意しなきゃいけないのがですね、横向きで必ず撮っていただきたいということです。インスタグラムとかは全然縦で撮っていただいていいんですけども、うん、この皆さんも分かると思うんですけど、映画テレビ横の画角ですから、横の画角でどういうふうに見えるのかっていうのを、考えながら撮ってほしい。見る人の気持ちになって撮ってほしいなと思います。ただそのカメラをやっぱりトライポッドとかで固定するってことはやった方がいいんですか？やった方がいいと思います、うん、もちろん あったらあるに越したことはないんですけれども、なくても工夫をしてできるっていうことは言えると思うんですよね、うん、誰かに持ってもらうだったりとか、家の中で例えば棚の上にちょっと角度をつけて
だから皆さんこう全体写真撮るときと同じですね。こう皆さんグループ写真撮るときもなんかちょっと工夫するじゃないですか。時間差をつけて。時間差をつけてた。なんかちょっとそれに近い感じでやってもいいでしょうし、うん、トライポッドがなければできないわけではないかなと。あのシーンパートナーですね、はい、シーンパートナー、自分のセリフ以外の部分を読んでくれる方、相手役を、探すこと、見つからなかったときどうすればいいんですかっていう多分質問すごく多くあると思うんですけども、一番ベストな情報としては、一応状況としては、カメラを回す人がいて、相手役をやってくれる方がいて、それで、3人ですよね、だから最低いるのが一番いいのかな。相手の方のお芝居と、ね、どの位置に、いるべきなのかって、ここ結構大事で、で皆さん割とですねやりがちなのが、画面の中に共存してしまうっていうケースがすごく多い。その新パートナーこういう風に、僕が新パートナーだった場合にこういう風に入っちゃった、入っちゃっている、まあ、これならまだいいですよ、顔が取られますから、うん、こういう場合もありますよね。もうこうやって話してて、ふざけんじゃねえよお前さこの人が、この人を撮ってるはず、この人を撮ってるじゃ見えないってことです。見えないです。なるほど。何を見せられてるんだっていう。だからその、ね、カメラの中には入らない。入らないでほしい。で、カメラの外側にぜひいてほしくて。で、ここで気をつけてほしいのが、音ですね。相手役のセリフの音がカメラに近くなったことで、めちゃくちゃバシバシ入ることなんですよ。オーディションの対象になってるこの方が、声が全然ピックアップされてなくて、もうここがめっちゃ、ね、名演技みたいな。新パートナーの相手役の方が声がでかすぎるとそっちの方に注意がいってしまうから、できるだけそのカメラに近いその相手役の人はちょっと静かめに喋った方がいい、ね、いいと思いますね。役者さんによるのかもしれないですけども、棒読みを推奨するってわけでもないですし、ね、そのインテンスなシーンがすごいなんかこう感情的なシーンとかだったらば、相手役の人にもねそれぐらいのカロリーを使ってほしいって思うのであれば、全然それもリスペクトでそうするべきではないということは言うつもりはないんですけども、うん、そしたら例えば彼をもうちょっと遠くのところにするっていうかな、工夫をして見る側の、視点で常に考えていただけるとすごく嬉しいなと思いますね。なるほど。であとそのもう一つ、そのさっきの棒読みっていうことにもちょっと通じるかもしれないんですけど、例えばじゃあ相手役の方がお芝居を したらまずいんです。例えばそのお芝居によって影響することがすごくあるので、目立たなくてさらっとしたものがやっぱり望ましいかなと思うんですよね。今ベストなポジションの話をしましたけれども、一人でも実は撮れちゃうっていうことなんですよね、セルフテープって。相手役がいなくても撮れるっていうのが究極の例だと思います。だから相手のセリフが聞こえた体でリアクションを取って自分のセリフを喋るっていう、そうやってオーディションで勝ってきたる方々ってたくさんいますし、アメリカでも世界中でもそれはスタンダードになってますよね。いろんな方法でやられる方いますよね。相手役の声を自分で事前に録画して、録音しておいて、それに合わせてお芝居するっていう方法だったりとか、はい、Zoom で相手役の方を立てて、その方と練習をして、よし、じゃあ撮ろうかって言って、実際に撮るのはこの Zoom のカメラではなくて、こう相手役、例えばここで Zoom の相手がいると思ったら、カメラこっちだと思ったら、こうやってちゃんとお芝居をする。ここにこうやってかけて、ここで録画するんではなくて、目線はちゃんと自分でカメラをもう一台ちゃんとしっかり用意して、そこで撮影する。相手役の方は英語が喋れない場合は日本語でセリフ読んでもらっても大丈夫だったりします、相手の方、うん、そうですね。あなたがどれぐらいのパフォーマンスができるのかっていうのをテストしてるっていう、それだけのものなので、相手役がその、台本に書かれているセリフで喋れる必要は全くありません。実際に実践の方に移ってまいりたいと思います。で皆さん今、こうやって見てらっしゃると思うんですけども、これがその皆さんが送ってくるセルフテープのですね、大体のそのクオリティです。この世の何が問題なんでしょうか。まず皆さん背景どうですか。ちょっとなんかいろいろ目につきますね。じゃあこれはやめた方がいいと。これやめましょう。これでどうでしょう。これいいじゃないですか。はい、これだったら OK。これ全然 OK ですね。今こういうふうに撮影しております。はい。今これは何かと言いますと、ここにですね、シーツを上から下げて、でここにスクリーンを作っています。ここだけしかだからプレーンな背景はありません。でここにテーブルがあって、テーブルの上にさらに椅子を置き、その椅子の上にさらに箱を置いて、その箱の上に、PC をですね置いて、その PC のカメラから、今皆さんとこういうふうに話している状態です。いやまだ問題がありますね。何が問題でしょう。これ気づくかな、皆さん。どうですか、答えられる人いますか。影、その通り、影です。影がまだ出ちゃってますね。
お家にあるどこにでもあるスタンドライトですね、これ、はい、どこにでもあるスタンドライトをディフューザーとして、ディレクトライトだとちょっと強いので、これティッシュを貼ってます。こういうふうに何でもいいと思うんですけど、紙でもね、その柔らかくしてるってことですね。ライト、ライト柔らかくしてる。背景はそのこういうふうにシーツとかを使って、もしその自宅にプレーンな背景がない方はそのプレーンな背景を作ることができるし、そして照明もその自宅にあるこういうスタンドライトに、そのまあちょっとこの自宅であるその黄色い電球ではなくて、ちょっと白い電球を入れて、でその電球をさらにそのまあディフューザーと呼ばれる柔らかくする効果を与えるために、ティッシュとかを貼って、でそれで柔らかいライティングを作れるってことですね。音、ちょっと今実験します。光をどうしたらいいんだろうね。どうでしょう、シーツのシワ。これね、本当はね、壁があるやめたい。でもないよりマシ、ないよりマシです。これ本当はフラットで何もシワがございませんって方がいいですね。これ確かにシワが気になっちゃいます。確かにそうですね、はい、クリップは見えても大丈夫ですか。クリップは見えない方がいいです。よく見つけましたね。そう、クリップ見えない方がいいですね。画角が本当は白い壁あったらそこが一番いいんですよ。でもなかなかないですよね。もう今はちょっと一つの例としてこう、クリップで、ね、上からシーツをぶら下げるっていう方法で対応しましたけども。そしたらじゃあちょっとですね、はい、悪い照明にしていただけますか。おっとっとっと、顔に思いっきり影が出始めましたね。すごく今背景に影が出てますね。こっち側か、こっち側に影が、すごい濃い影が出てますね。これはこういうふうにお芝居をしてしまったらもう何も見えないと。これはやめた方がいい、絶対に、うん、リング型のライトでもいいですか。もちろん大丈夫です。はい、でリング型のライトを使う方にちょっと注意していただきたいのはですね、リング型のライトの真ん中に携帯電話を入れて撮影すると、ちょうどですねこの目の中に、ま、丸い光が入ります。そうなるとですね、目の中の感情が読めなくなってしまいますので、ど真ん中でそのまあリングライトの真ん中にその携帯電話を置いて、撮影するのではなくてですね、なんというかちょっと斜めに設置して、でしかももし布がその柔らかくするための布とかがありましたら、それを使うことによってそのまあ思いっきりこの目の瞳孔の部分に輪っかができるという状態をですね、避けることができます。これライトブルー、つまり水色です。で真っ青なブルーのやつを使っている方もいます。大丈夫です。でそれでですね、ちゃんとカメラの色設定がですね、変なことになって肌色が、ちゃんと肌色に映っていれば大丈夫かと思います。まず、フレーミングについてちょっとご説明させてください。はい、今、この状態がですね、まあ大体セルフテープとしてはスタンダードな、大きさになるんですけど、でじゃあちょっとじゃあ悪い状態にしてみましょう。であとちょっと今のその画角のことに関連するんですけども、例えばじゃあこれで高さになりました。でじゃあこういう風な状態で撮ってしまったら何が起こるんでしょう。今のまあ位置ですよね。ここにしたい、まずここにします。つまり頭の上にその空白ができないように、はい、そうですね、ヘッドルームがちょっとダメですね。大きすぎる。これがじゃあその本当にこの溝落ちから頭の上に本当ここくらいまでその入るというこの状態が一番理想的なということですね。でじゃあこれ今松崎さん相手役どこの設定ですか、想定ですか。今相手役はこちらにおります。ここにいます。まあここぐらいちょうどいいですね、はい、35度ぐらい、45度35度。はい、で基本的に皆さん、セルフテープを撮る際はですね、こういうふうにカメラ目線でお芝居をすることはやめてください。カメラとのレンズと同じ高さでだいたい30度から35度のところあたりにちょうどその相手役を設置するという形でお願いいたします。一人でやるときも同じですね。自分でこうバミってバミるというかこう目印をつけて壁に目印をつけたりとかしてそこを見ると。で今なぜここら辺が一番良いかと言いますと、皆さん、実際に僕の黒目がですね、目の黒い部分が見えるかと思うんですけども、これ以上目線が離れてしまうと見えなくなります。で目の中が見えなくなってしまいますと、その役者さんが感じている感情というものが見えなくなってしまいますので、それが見えるようにカメラにちゃんと黒目が入るようにしていただきたいということですね。自分一人でもし、
セルフテープを撮影しなければいけなくて、で相手役の方がそこにいられないという状態だった場合はですね、できれば相手側のそのキャラクターに似た顔写真をですね実際に壁に貼って、お芝居をした方がどちらかというと人間と会話をしている感じになります。というのも普通その、人間が人と話すときに片目だけずっと見てお芝居をするってことはなかなか、お芝居というかその会話をするってことはなかなかなくてですね、でこれが2つ両目があるとこういうふうに目が自然に左右にこう動くということが起こります。では実際にその岩上さんを見て、両目をこういうふうに見てるんですけども、そうなると目線が自然になるという、でこれがその壁のただのマークを見ている状態ですとその左右の動きが一切発生しなくなりますので、ちょっとまあ自然さが薄れるということが起こります。最近のセルフテープだともうドットを2つ作りなさいと、1人でやるときはその目線を2つ作るってことですね、両目用の両目用ので、その両目を右左右左って見るだけであなたお芝居最高に見えるわよって言われて、これ試してみてください。やりすぎると怒られますけど。でこの時にですね、相手役がいる方についてなんですけども、相手役をやってる方がですね自分と親しい方の場合、例えば恋人だったりする場合ですねはですね、その自分がせっかく役に入っているのにその相手役が自分の方を興味深げにその見ている目を見るとですね、そのキャラクターが壊れて素に戻ってしまうという方がいます。でそういう方はですね、正直に相手役にその気になるから後ろを向いてくれというふうに言っちゃってください。で相手役の方に完全に自分に背中を向けて、セリフを読んでもらって、その相手役の方の後頭部を見てお芝居をしていただければと思います。あとさ、複数いるときとかも目線の位置変えるのはいいですよね。すごいそれだけでもかなりプロフェッショナルに見えますよね。そのつまり、こちらの人と話しているときに第三者が現れたっていうときに、目線を変えるってことですね。その通りです。なるほど。じゃあ読めた場合もやっぱり1,2,3,4というふうに、で自分で決めて絶対それを変えないっていうのはすごいセンスいいですね。この人と会話をしていてちょっとこっちが気になるなっていう時はこういうふうに見て、またこっちの方に戻ってまたこういうふうに、それだけでもめちゃくちゃかっこいいビデオになります。なんかね、ずれる人いるんです。どんどん変わっていく、移動していく人がいるんです。相手役がどんどんね、決めてないと、そのつまり一人の人方とお話ししているはずなのに、そのどんどん目線が変わってしまうと、それはまたちょっと気になりますよね。その見てる方としましては。で続きまして、音声はさっきちょっとやりましたけれども、お芝居にもちょっと関わってくることなんですけども、その声を張らないというのはどういうことなんでしょう。声を張らないというのは、おそらくですけど、僕のインタビュー撮り方でいうとカメラここですよね、はい、でここに対してのお芝居を撮ってほしいということなんじゃないでしょうか。例えばじゃあ僕がこういうふうに喋ってる時に、おいどうしたっていう風なお芝居はやめてください。なるほど。それは なぜ何がいけないんでしょう。オーバーなお芝居を撮るっていう、でもそこに書いてあればそうにやっていいと思うんですけれども、とにかくこう最近だとここにある画角のお芝居をしてほしいなっていうのが一番だと思うんですよね。なるほど。今のセルフテープの画角だとこのミディアムクロースの画角じゃないですか。はい。そこでのお芝居って皆さん考えるとそこまで動けないですし、そこまで大きいのって相当求められない限りないな。画角に合ったお芝居というのをですね、舞台をやってる方というのは基本的にその例えば観客までの距離がですね結構離れているものですから、お芝居がですねちょっと大きめになるんですね。映像の画角でしたら、例えば僕のキャラクターがちょっとこう目線を下げたというのがちゃんとその見えるかと思うんですけども、これがその舞台になるとそれだけでは例えば気持ちが落ち込んだというのが表現できないために、はぁっていうふうにわざわざ体を全部動かしてお芝居をするんですけども、それはですねその舞台のお芝居であって、カメラの場合この大きさでさっき言ったようにちょっとした目線の動きとかで、その感情が伝わりますので、そこの大きさに合ったお芝居の大きさにしてほしいということかと思います。その顔芸を避けるというのを、岩上さん、お芝居のなんていうか質がわからないぐらい感情をすべて顔で表現してしまうってことですかね。じゃあ例えばじゃあ僕が驚いた、おーとか、じゃあとか言うロケです。はい、じゃあまず僕の方からじゃあ補足で、はい、
ご説明しますね。海外作品とその日本で一般的に受け入れられている作品というものは、そのまあ演技の温度というものがちょっと微妙に違うということでして、まあ、作品によると思うんですよ。監督の、テイスト、これはもちろんオーディションを受ける上で、リサーチをして、それで臨んでいただく必要があると思うので、一概に今僕がお伝えすることが正しい情報だということはではないです。なるほど。こうそういうアプローチが お好みの監督もいらっしゃると思うので、作品のまず質クオリティで、過去に監督がどういうような作品を撮ってきたか、これは絶対的にリサーチするべきでございます。はい、顔芸というものを、はい、そのつまり顔表情を思いっきり動かすということを、うん、例えばじゃあシリアスな作品、うん、その自然さを求められる作品で、そういうことだったら間違ってアプローチになりますね。なるほどなるほど、はい、その感情を全部顔に出すとお芝居自体がすごく嘘っぽくなりますし、安っぽくなってしまうっていうことなんですかね。お芝居の方法ということに関しまして、そのテレグラフィングというものがありまして、このテレグラフィングを、海外作品のリアルさを求める作品では、しない方がいいということをですね、まあ、ちょっとお伝えしたくて。でこのテレグラフィングとは何かと言いますと、実際にその自分が今お芝居をしているキャラクターが何かを気づいた時とか何かを感じた時に、わざわざそれをお芝居にして観客に今こういうことを感じましたよ、こういうことに気づきましたよってことを動作として出してやってしまうことになります。例えばじゃあここで今何かを見てて変なものが見つかったっていう時に、あ、こういうふうに顔をしかめて首をかしげると、あ、これがテレグラフィングです。そのテレグラフィングをするとその、まあ、お芝居が、大きすぎるんですか、それとも安っぽくなっちゃうんですか。安っぽくなっちゃいますよね、まあ、そんな人いるかなっていう話になりますよね。なるほど。つまり本当の人間に近づける方がいいってことですか。うん、できるだけそこが割とポイントになってくる気がしますね。脇役、役名が職業の役とかはウェットなお芝居をしないっていうのはこれどういうことなんでしょう。主役、主演級の役にお引き立たせる役になるわけですよね。なるほど。その脇役の場合、脇役の場合はつまりだからそこに対してのドラマチック性だったりって実は本当に必要なくて、引き立てるっていうことがすごく重要になってくる。まずすごい間だったりとかっていうのも そこまで求めてなかったりとか、正直。なるほど。割とこう一言でセリフをスーッと一息で言うっていう。じゃあ例えば僕がコンビニ店員で本当にセリフが二言しかなくて、その二言が320円ですと、で袋はいりますか、袋はご利用ですかっていう説明セリフだとして、こういうふうなお芝居をすると何がいけないんでしょう。320円です、袋はいりますか。これをすると何が起こるんですか、うん、それコンビニ店員1っていう役の時、まずその人を心配しちゃいますよね。すごい大丈夫かなと思いますよね。もっと気になっちゃうかもしれないですけど。なるほど。ただしそのつまりそういうことは、その主役がもし相手だった場合、主役からそっちの方に視点が視点がいっちゃいますよね。それおいしくない、ダメだと思う。作品としてはあんまり良くないと思うんですよね。なるほど。そのキャストされにくくなっちゃうと、されにくくなっちゃう気がするな。これが例えばじゃあその台本に店員が明らかに不機嫌だって書いてある場合は、うん、別にそういうふうなお芝居をしても悪くないと。まあちょっとさっきまでいくとちょっとすごいですけども、うん、不機嫌すぎじゃないですか。その不機嫌がさっき言ってましたけど、テレグラフィングで、はい、本当に不機嫌だっていうことを伝えるべきなのか、はい、この環境において、でも不機嫌だけどもそれは見せないっていうことなのか。なるほど。ちょっとチョイスはしない、ちょっと不愛想なぐらいでもう、うん、それは役者さんとして自分でチョイスしない。セリフテープって割とここなんですよ。でさっきも言いましたけど、目の話をしましたけども、本当に目のお芝居って結構皆さん大、ね、目は多くを語るっていうことを勉強されると思うんですけど、はい、結構目って割と見ていると、でスクリーンとか大きくなってくるととにかく目の大きさとかこんなになったりしますよね。はい、だけど 目がすごく大事 で僕今めっちゃ瞬きしてるのは緊張してるからなんですよね。で多分偉い人だと目はぐーっと開いたままで瞬きはしないっていう。はい、じゃあ例えばラーメンを食べるシーンだとします、うん、僕は実際これラーメンを持って食べた方がいいんですか、これ。うん、食べなくていいですよ。食べなくていい。あ、でもさっき言ったところですよね。
例えばラーメンを食べながら喋ってるっていうその刑事役で三丁目 の事件についてっていう話をしてるときにそのラーメンを食べてるっていう動作よりもその刑事とこう会話をしてるっていう方が重要ですか。そういうことだと思いますけど。なるほど、そっちの方にその、うん、まあ、重要度があるんですね、うん、はあ、なるほど。実際に岩上さんがそのお芝居としてその例えば悪い例いい例というものをそのまあじゃあお見せすると。で今ちょっと皆さんにですね海外作品のオーディションをじゃあこれから撮るとしまして今から一つのシーンをですね何種類かの方法でお見せいたします。じゃあ最初まずじゃあ悪い方で悪いお芝居をしていきたいと思います。 Just a minute. Oh man. Why are you here? To say sorry, please. I want to help you. Help me? Help me? Are you joking? What happened to you? You did, or did you forget? That's why I'm here. I wanted to say I'm sorry. I heard that already. I know. I wanted to say it again. Okay, you said it. Now get out. How can I help you?Give me my legs back. You know I can't. Yeah, now get out. はい、お疲れ様でした。またご連絡します。はい、何が今のは良くなかったんでしょうか。じゃあ例えば声のトーンは。まあ、ダメですよね。ちょっとこう、シーンを理解されてるかなっていうのがちょっとありますよね。なんか、あとご自身の声ではなかったですよね。声を作っては、はい、作ってはまずいと。うん、で、声が大きすぎる。はい、お芝居も大きすぎる。大きすぎる。うん、なるほど。例えばじゃあ今僕がその喋るときにこういうふうに顔を上下に振ってたんですけどこれは何がいけないんでしょう。このフレームの中でお芝居が捉えきれてないですよね。さっきも言いましたけど両目が見たいっていう世界なのでそれだと今両方とも失われちゃってますよね。この顔を上下にこうセリフのために振ると、うん、その目が見えないってことですか。見えないですね。なるほど。意外と今大げさにやりましたけど意外と首振ってる方多いですよね。セリフごとにセリフごとにそううなずいてる方って結構多くて気になっちゃいますよね。なるほど、これはやめた方がいい。やめた方がいいと思いますね。了解です。じゃあ、今の岩上さんが言ったことを踏まえた上で、じゃあもう一回、じゃあお芝居をやっていますので、今度はじゃあ何が悪かったかっていうのをまた教えていただければと思います。はい。Just a minute. Come on, Sam, let me in. Why are you here? To say sorry, please, I want to help you. Help me?Help me? Are you kidding? What happened to you? You did, or did you forget? That's why I'm here. I wanted to say I'm sorry. I heard that already. No, I wanted to say it again. Okay. You said it. Now get out. How can I help you? Now give my legs back. You know I can. Yeah, now get out. 何がいけないんでしょう。まず、アプローチがずっと一番初めから変わらないですよね。その心の中が読めないというか、なんかこのシーンとしてすごくこう実はとにかくエモーショナルでいいシーンなんですけども、ずっとニヤニヤ半笑いのまま続くっていうキャラクターの理解が足りてないかなと。なるほど、シーンの理解が、うん、あとその海外ドラマとかって例えば僕のイメージから言うと大きいというイメージがあるんですけど、それって本当なんですか。そのお芝居のが大きい、そのリアクションが大きいとかいうイメージってのは、その点はどうなんでしょう。そうですね、大きいですね。割と会話量も多いですし、海外のドラマだと1話に詰め込まれてるセリフの量もすごく多くて、でタラ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 って結構割とすごいスピードで進んでいくっていうのがありますよね、海外ドラマとかだと。今ので言うと、例えばそのセリフを言うたびに、うん、こうすごくそのなんか大げさにちょっとこう身振り手振りをつけながらこうやったんですけど、そういうのって欲しくないですね。欲しくない、うん、海外ドラマの場合そういうのをやめた方がいいってことですね。やめた方がいいです。はい、それではじゃあもう一度今同じシーンを今度はさっき言ったやってはいけない、テレグラフィングという、ことをしながらやっていきたいと思います。ではいきます。 Just a minute. Why are you here? To say sorry, pleaseI want to help you. Help me? Help me? Are you kidding? What happened to you? You did, or did you forget? That's why I'm here. I wanted to say I'm sorry. I heard that already. I know. I wanted to say it again. Okay. You said it. Now get out. I can. Give me my legs back. You know I can't. I know.
Now get up. はい。これは今のは何がいけないんでしょう。今のも嫌いじゃなかったりするんですよ。僕は。パターンとしてね。でも、すべて出すぎてませんかっていう話ですよね。一番初めから。テレグラフィング。テレグラフィングって、つまりそういうことなんですけども。実際自分感じてるものを全部そこに出しちゃってしまって、うん、しまっている。もうちょっと深いところまで行きたいよねっていうのが惜しい。B プラスぐらいですかね、今のだと。今のと B プラスだと、じゃあ、そのやっぱり監督コールバックまで、監督二次選考までは残れない。うん。残れない。なるほど。残れない可能性がある。テレグラフィングをしてしまうと、そういうことが起きるっていうことですね。そうですね。それをするんだったら、逆にもっとやらないで、もっと見せないで、あ、この人どういうふうに、ね、もうちょっとアプローチ変えてできるのかなっていうのを想像させた方がいい気がしますね。部分部分感情を見せるっていうのはすごくいいと思うんですよね。この台本だと、例えば、Give me my legs back っていうのは、これもすごい強い言葉じゃないですか。はい、その足返してくれよと。はい、例えば、ここでもバーンと爆発させてるとか、そこに対して、こう、なんていうのかな、波を作っていくとか、そういう組み立て方をした方が、一番初めからこうオンオンオンになってしまうと、なんかそれだけの人なのかなってちょっと思っちゃう。例えば、2人でやった場合、どうなるのか。相手が2人来たってことですか。そうそうそう。なるほど。でここにじゃあドアがあって、でそのドアを開けたら相手が2人来たってことですか、うん、っていうのでやってみましょうか。了解いたしました。じゃあそういうふうに目線をつけてやってみますね。ではいきます、うん、Just a minute. Come on, Sam, let me in. Why are you here? To say sorry, please. Help me? Help me? Are you kidding? What happened to you? You did.Did you forget? Sam here. I want to say I'm sorry. Yeah, I heard that already. Now get out. No. I'll say it again. Okay. You said it. Now get out. How can I help you? Then give me my leg back. Give me my legs back. You know I can't. I know. Now get out. What? 今のは何がどうですか？いいですね。いいですか？何が良かったんですか？感情がこもってますよね。感情が込められている。それを伝えたい気持ちを押し殺して、僕に伝えてくれたっていうところですかね。つまりその逆に本当に自分が感じる感情をそのちゃんと隠している方が嬉しいってことですか？そのか。そっちの方がリアルですよね。さっきの嘘をつく人の例じゃないですけども、俺嘘ついてる、嘘つく、これから嘘つくよっていうふうに生活している人は全然いないわけで。例えば今だったらどういうふうにアレンジするのか。あ、もうちょっと例えばですけど、このサムとリンの関係性をもうちょっとこう変えてみるとかね。もうブラザーズだと多分変えてくるでしょうし、今だとちょっとなんかこう割と友達っていう感じのクロスフレンドですけども、それをもうちょっと長い時間過ごしたブラザーにしてみて、なんていうのかな、もっとこう訴えるようなお芝居にしたりとか、今だとこう突き放すようなお芝居ですけど、もっとこうお前のヘルプが必要なんだよっていうような、同情してくれよっていうアプローチにすることもできるでしょうし。行ってみましょう。I mean, come on, Sam, let me in. Why are you here? I'm sorry, please. I'm not, I want to help you. Help me? Help me? Are you kidding? What happened to you? You did, or did you forget? So I'm here. I need to say I'm sorry. I heard that already.Okay, you said it, now get out. How can I help you? Okay, then give my legs back. You know I can't. I know. Now get out. はい。今のは月曜日から来れる。あ、月曜日ですか。月曜日、スケジュールがですね、今ですね。あ、PCR で明日か、今1時間以内に出られるかな。わかりました。今だったら OK ですか。今のはアプローチの変え方としては。いや、いいですね。で、何が良かったかって、まあ、何が正解かっていうのは別として、今すごい素晴らしいお芝居されたんですけども、はい、どうせやるんだったら、思い切って違うバージョンを録画した方がいいと思いますね。ちょっと質問が来ています。今のようにフレームアウトしたり、時折下を向いたりするのは OK ですか？ OK じゃないですか。今僕は気にならなかったですね。つまり相手役をじっと見たまんまお芝居をしなくてもいいってことですね。その通りですね。だからそれが自然だからですね。すごく自然に思いました。多分もう見てられないっていうのもあったでしょうし、なんだろうな、
こうここにいたくないっていう気持ちもあっただろうし、編集と提出の仕方を、はい、うん、あと残りあとエントリーの際の注意点、そもそもセルフテープを送るときに複数のテイクを送ってもいいのでしょうかって質問があると思うんですけど、僕の案件に関して言うと送ってください、多くて3個送ってください、ぜひともしっかり見ます、あんまりうって思うときは見ないです、申し訳ない、これリアルなので申し訳ないんですけども、タイムコード0秒から60秒あったとして、これを全部見切るってことってほとんどないですね。導入のセリフの入り方とか、ちょっと中盤の気持ちの持ってき方とかで判断することもよくあります。なので 1,2,3 っていう風なテイクをこう合わせてね、一つの編集にする場合は、これがテイク1ですよ、これがテイク2ですよ、これがテイク3ですよっていう、なんかこう動画と動画の間にクレジットじゃないけど、なんかそのタイトルを入れるってことですよね。本当にたくさん送られてくると、しっかり見ますって言いましたけども、しっかり見ますかっこ、この人すごくいいなと思った人に限ってっていうことなんですよね、うん、これで言うと一つにまとめてほしいっていうことなのかな、はい、案件によりますよね、うん、なんかこの間の案件だとシーンごとに別々に自己紹介も分けて送ってくださいってお知らせすることもあれば、うん、一つに編集してくださいっていう時も、これは本当に案件によるんだよな、うん、僕たちがプレゼンどういうふうにしてるかっていうと、そのままで動画をですよね、いい人 A、B、C とかってランクにつけるんですけども、そのドロップボックスに整理したものをプロフィールと一緒に、監督プロデューサーに投げるっていうことがあります。でそれも一つですし、アメリカが指定してきているキャスティングのプラットフォーム、うん、そこに上げることもあるんですよね。でそうなってくると、一つの動画を、編集されていたのを上げるっていうことではなくて、一つ一つのテイクを別々に送らなきゃいけないというような送り方があったりとかで、なかなか難しいんですよね、どうしてほしいのか。アプリがあるんだよね、そう、インショットとか。インショットですか。いろいろね、自分で調べていくといろいろあるんですよ、編集できるソフトが、スマホだけでもね、そういうの使っていただくとすごくいいんですけど、でも本当に時間なくて動画だけになっちゃいました、もう動画、要は編集しないでそのままだけの、テイク数だけでバーッと送りたいっていう時でも、それでも受け付けようと思うと受け付けられるもんね。そうですね、まあ、その時に後でその提出の仕方説明しますけど、もう1個のファイルをまとめて同じラインで、あ、いや、リンクからダウンロードできるようになってれば大丈夫です、うん、テイク1、テイク2、テイク3、シーン1、シーン2、シーン3をそれぞれのリンクに分けるのはやめてくださいっていうことですか、うん、そうですね、ダウンロードリンクを分けるのは。なぜかというと、その1個にまとまってると漏れがないんですよね。もしもの時に例えばバラバラに送られてきて、最後の一番良かったかもしれないシーンだけをクリックができてなかったりとかで、開けてなくてダウンロードできてないっていうのが一番もったいないと思うんですよね。もったいないね。だからもう1個のファイルにまとめたものを1個のリンクでこう僕たちがダウンロードできるようになってれば、うん、データの容量に決まりはありますか。あ、ファイルの大きさですか。50メガ以下ぐらいがちょうどいいんだけどね、一つの動画につき、はい。ちょっとしたその俳優だからは知ってるテクニックがございまして、皆さんYouTube のアカウントを持ってる方が結構いらっしゃるかと思うんですけども、動画を一度 YouTube に非公開でアップロードして、で次に、ノートパソコンかもしくはデスクトップパソコンで YouTube を開いてですね、自分がこれまでにアップロードした動画リストというところに行きますと、MP4 でダウンロードというオプションがございます。でこれをするとですね、動画がですね、画質をかなり良い状態をキープしたまま、容量が一気にですね、20メガバイト、30メガバイトまで圧縮されます。Vimeo とか、YouTube に、載せたままのリンクで送られてくる場合も多いんですよね。でそれはもう我々確認するときにはすごくいいんですけども、そのリンクが100個あって、それを監督が一つ一つクリックするっていう気持ちになってみてください。これはもう大変なことになってしまうんですよね。だから僕たちがやらなきゃいけないのは、動画をダウンロードして一つのパッケージとして監督にお届けすると、そうするとクリック一つでたくさんの動画が見えるっていう風になるので、そういった意味で Vimeo とか YouTube のリンクをそのまま送らないでくださいってお伝えします。でパスワードがついてる場合っていうのはすごく多くて、でこれって Google、ドライブとかでも同じなんですけども、僕たちが一回クリックして申請しないとダウンロードができないみたいなことになる場合があって、厳しい言葉をお伝えしますが、ダウンロードの許可がもらえなくてダウンロードができずに終わったビデオたちは
今までたくさんあると思います。この怪獣ではドロップボックスを推奨していますというのはどういうことでしょうか。はい、あ、怪獣ではつまりドロップボックスにファイルをまとめるため、うん、ドロップボックスのリンクで提出していただければすぐにそのまま反映されるということですね。そういうことです。なるほど。そしたらドロップボックスで送るのが一番嬉しいと。まあね。でドロップボックスの共有方法にアカウント共有とリンク共有というのがあるんですけど、どっちが嬉しいですか。ダウンロードできる状態のものになってればどちらでも大丈夫。どちらでも動画のファイルの名前ですね、その DOVX262A みたいになってる動画がよろしくお願いしますというメールと一緒に届いたところで、はい、何にもわからない、誰の何の動画なのかがわからない、つまり送ってくる動画のファイル名をちゃんとわかりやすく、名前とかそのテイク数シーン数がわかるようにちゃんとリネーム、その名前を変えるってことですね。そうですね、名前の変更を1個のところから全てのテイク、一つのそのドロップボックスの中、例えばフォルダーを作り、そのフォルダーの中に全部のファイルを入れて、そのフォルダーごと送ってほしいってことですね。まあ、これをメールで送る際ですよね、ちょっとさっきも伝えましたけれども、うん、僕たちって、まあ、いろんなキャスティングさんもそうですけども、一つのプロジェクトだけやってるってことってほぼないんですよね。で同じ期間中にたくさんのプロジェクトの募集を行っていることがありますので、件名で僕たち、なんとか 大企業なんとかですとか CM の時だったら大某、化粧品メーカー女性キャスト、募集みたいな感じで皆さんに募集概要をパッと送りすると思います だったりとか、某海外映画、男性キャスト募集みたいな感じで件名にしてを送ってると思うんですけども、そのメールにそのままよろしくお願いいたします、なんとか事務所の何々です、一番大事なのはこの1234、今回に書いて1234例に出していますけれども、これが必要なものなんですね。で、プロフィールおよび近況の写真が欲しいです、撮影期間のスケジュール、ご担当者の連絡先、これはお名前と電話番号メールアドレス、こう書いてある通りですけども、案件によっては話すことのできる言語だったりとか、格闘技の経験、パスポート期限、国籍だったりとか、まあ、いろいろこう案件によって欲しい情報っていうのをまず一番初めにこうお伝えするんですね。でそこに対してリアクションがよろしくお願いいたしますって言って、件名もちょっと変えちゃって、なんとか事務所〇〇ですっていうふうに変えられてしまうと、一体これが何の案件なのかっていうのも分からなくなってしまうので、なるべく件名はそのまま、返信してほしいですね。そうですね。あとこの1234必要ですっていうことが書いてあるものに対して情報がもらえないと聞かなきゃいけないんですよね。もう本当にそれに、その案件に募集して来てくださる方ってすごくたくさんいて、その方々の情報って一発で分かるようにしたいので、必ず聞いてあることに関しては、うん、聞いていることに関してはそのままその情報が欲しい情報なので、うん、意地悪しないで教えてください。海外でオーディションの応募に慣れている方はですね、必要事項、つまりこういうことを教えてくださいということをですね、完全に無視して自分の顔写真と履歴書だけしか送ってこないという方がですね、非常に多いそうです。日本にも多いですよ。はい、ですのでちゃんとその募集要項を、熟読した上で必要な事項をですね、応募の際には必ず明記していただくようにお願いいたします。はい、でこれも意地悪なようなことを言いますけれども、これ、1234入ってないと、このメールに本当は応募書類が整ってませんねって言って、普通の日常だと、うん、それね、残念でしたになるわけですよ ね。役所に申請するときもそうですし、うん、必要なことしか書いてないので、それに対してしっかりと教えてください。あとね、ちょっとこれ特殊なんですけども、募集をかけているメールアドレスとプロフィールをいただきたい応募先のアドレスが違う場合があるんですね。例えばですけども、拡散の応募資料、募集概要に関しては怪獣キャスティング @gmail.com から皆さんのところにバーンっていくかもしれないですけども、応募先っていうのが高野怪獣 @gmail.com だったりするわけですよね。それはどうしてかっていうと、応募するアドレスはこれ、整理するアドレスはこれっていう、たまにこう分けてる時があるので、応募先っていうところもしっかり目を通していただいて、メールアドレス間違えないようにしてください。今のシェアしてるスクリーンの中に、まあこれはエントリーの際のってなっていて、皆さんの、プロフィールだったりとか写真とかいろんなものをこうファイルにして送っていただくと思うんですね、エントリーの際には。でその際にちょっと今戻るんですけど、怪獣の案件だと PDF または JPEG で送ってくださいと、お願い
してるんですけど、時々プロフィールを作っている状態のワードだったり、エクセルだったり形式で送られてくるんですね。そうすると何が起こるかというと、僕たちがそれをまず開きます。で PDF、JPEG に戻してドロップボックスなり一つのまとめることになるんですね。 PDF か JPEG で送っていただけるとありがたいです。あとですね、プロフィールとヘッドショットっていうんですかね、海外だとそういうのを送ってくださる方いるんですけど、それがメールにこう全部ババババってこう10枚ぐらい羅列して送られてくることがあるんですけど、これをですね、この今シェアしている画面の右側にあると思うんですけど、プロフィールとその写真を全て一つのファイルにまとめて、一つの PDF もメールの下を見たときに、先ほどのこのこれですね、ここに一つのもう PDF ファイルになっているようにしていただけるとありがたいです。10枚のプロフィールが送られてきても10枚見ないですからね、うん、申し訳ない。これはね、うん、本当にお伝えしなきゃいけない。一つのプロフィール書類選考で使う時間っておそらく1秒から2秒ですね、うん、本当にだから的確な写真を1枚目にするっていうのはすごく大事で、意外とこの業界にいる人たちって、プロフィールを見る人たちって割とクリエイティブな仕事についてる人が多いんですよね。そういう人たちに受け入れてもらえるプロフィールって、結構欲しい情報がすぐに分かるプロフィールっていうのがすごくいいな、センス感じるなっていうふうに思いますので、プロフィールのメインの写真って役によって変えた方が良かったですか？まあそこ今日話すともう大変なんですけど、せっかく聞いていただいたんで、欲によって案件によって変えられたらすごくいいと思います。それによってその書類選考を通るか通らないかっていうのが左右したりするんですか？もちろんしますね。日本代表として世界に負けない、セルフテープを今後取っていっていただきたいなと思います。提出の際に使うファイルシェアというものは、無料のものではないですよね。で、YouTube の圧縮した動画を E メールに添付するという方式はいかがでしょうか？ね、ファイルシェアは無料か。無料です。一応その Google ドライブ、Dropbox の無料の容量はありますよね。ただ Google とかそのドライブとかで共有する場合は、僕たちがちゃんとアクセスしてダウンロードできる設定にしておいてくれれば間違いですね。で、事務所等に入っていないのですが、プロフィールに必ず入れてほしい要素、情報等はございますでしょうかと。連絡先、プロフィールにそれが存在しないと1枚の紙で終わるんですよ、ね、うん、連絡先は絶対必要ですね。あとは写真、身長、スリーサイズはあんまりいらないですね。さっきのセルフテープでシーンが終わりました。シーンが終わってから何秒後ぐらいにカットするのがベストでしょうか？3秒か5秒。送るリンクは、秘密保持で必ずパスワードをつけた方がよろしいのでしょうか？つけた方がいいんですよ、うん、ただパスワードを記載し忘れてる方がいるので、そこはちゃんとつけていただけると。いつも iPhone のオーディオをそのまま使っていますが、外付けのマイクやピンマイクなどを使用した方が音声はよろしいのでしょうか？それは当然そうですけれども、アクセスがある方はぜひそれをやっていただきたいです。今日はもう本当にベーシックなフォーマットでやる方法をお教えしましたので、ピンマイク、マイクあればもう間違いなく素晴らしいです。はい、スレート、つまりいわゆるその自己紹介ビデオと、あと全身ビデオを撮る際、特に全身ビデオを撮る際に横向きのカメラだと部屋の家具などがどうしても入ってしまうのですが、その全身スレートも横向きでなければいけないのでしょうか？スレートの話しなかったね。スレートって何なのかっていう話ですけど、まあ、自己紹介の部分ですよね。名前と身長と、まあ、クロースアップで360、引き絵で360でくるっと回って、その方がどんな人なのかっていうのを、見るビデオなんですけど、本当は横で撮ってほしいですが、縦でもいいと思います。全身に関しては自分自身の役が立っていて、相手役が床に寝転んでいる、つまり目線が下にあるという、椅子に座っているというふうに脚本に書いてあった場合でも、目線は自分と同じ高さ、つまりカメラと同じ高さでやっても大丈夫なんですか？はい、そうするべきだと思います。なるほど。つまりその相手側の体勢に関わらず、目線は、レンズと同じ高さでやった方がよろしいということですね、うん、はい。セリフを覚える時間が全くなかったときはどうしたらいいんでしょうか？本当はオフブックでやってほしいんですけど。オフブックって何ですか？オフブックっていうのを暗記するってことですね。 でも上手い人はこういう台本あると、こう道具として使うんですよ、プロップとして使うんですよね。そう、違和感がなければ問題がないと。いやない。でカメラのこっち側に置いとくっていうのも、もう絶対やってほしくないですけども、やるのもできますし、要はなんか一番やってほしくないのはこの顔を失うってことなんですよね。こうやって読んでて、自分のセリフの時だけこういうふうに言うっていうのも本当はやってほしくないですし、相手役の時、自分のセリフを言う時だけにこうやって集中して
はい、相手よく言ってます、言ってます、集中して集中してっていうのもやってほしくないですし、はい、ベッドで横になっているシーンは自分も横になるべきですか？やんなくていいです。こう例えば、そうそう、椅子にこうやって深々と腰を上げてで、まどろんでたらベッドにのシーンに見えるからっていうことですね。その深く腰掛けるだけでよろしいってことですね、はい、その通りです。携帯で撮る場合、外側のカメラで撮るのがいいですか、それとも内側のインカメで撮るのがよろしいですか？インカメの方が画質が悪くなる可能性があります。表情とかの修正が入っちゃう可能性があります。外側の方が、外側の方がいいですけど、そうすると一人でやるときに画角のチェックができないっていうことですよね、うん、そこはちょっと工夫してください。背景に電気のスイッチや柱が入ってしまうのはダメでしょうか？それも、完璧な白壁にした方がよろしいですか？まあ、完璧な白壁に近い方がいいですね。気にならない方がいい、本当に気にならない方がいい。でも映ってしまうのもしょうがないので、あのなるべく自分の環境の中でベストを尽くしていただく。スレート、さっき言った全身ショットを撮る際に、後ろ側背景は完璧な白壁じゃないといけないんでしょうか？同じことを言いますね。あのできるだけ自分の中でベストを尽くして白壁の前で撮っていただく。まあ、一番大事なテーマはだから、あなたがどういう感じなのかなっていうのを撮りみたいっていうことですので。自分の事務所から送る候補者が複数送る際に、メールを候補者ごとに分けて送った方がよろしいのでしょうか？それとも全員まとめて、一つのメールでお送りした方がよろしいのでしょうか？ぜひともまとめてお送りください。皆さん、例えば、まあ、重すぎて入らなかったらしょうがないんですけど、一人一人そのリンクを分ける必要もないです。もう名前を書いていただいて、これに皆さん、みんなの動画ここに入ってますみたいな感じで。クリックの数少ない方がいいです。少なければ少ないほど助かります。オーディションで選考が進んでいる途中で事務所が変わってしまった場合、どのようにそれを、連絡すればよろしいのでしょうか？その当事者同士でお話しいただいて、ここに連絡してくださいって教えてもらうことでしかない気がします、うん、つまり A 社 B 社の中でこの移籍があった場合、ご自身が入って A 社 B 社この案件 A 社の時に受けてたんですけど B 社に引き継ぐべきか、それともここは一人で自分でフリーランスでやるべきかっていうのを話し合っていただいて、事務所が、変わりました、ここが新しい連絡先ですっていうのを教えていただくだけで大丈夫です。リングライトで目の表情が見えないのは新しい発見で反省しております。リングライトを使ってのセルフテープの撮影の際に、どのようなカメラのセットアップをしたらよろしいですか？これ先ほどちょっとお伺いしましたけれども、リングライトの真ん中にカメラを置くのではなく、リングライトをちょっと斜めに設置して、そのリングライトのその丸い照明に布か何かをかけて、丸いその目の中に丸いこういう照明の輪ができないように工夫していただければと思います。内容によるとは思いますが、 CM のオーディションでもリアクションは抑えめで演技した方がよろしいでしょうか？その CM によるんですよね。まあ、オーディション受ける際にその企業の色というか、まあ、就職活動にちょっと似てるかもしれないですけども、勉強することはできると思うんです。過去の CM とか見ていただいたりとか、あと監督の名前とか調べていただいて、あとなんとか文字コンテとかをいただくと思うんですよね。まあ、弊社だとどういう撮影内容でどういう人探してますっていうのを、お伝えしています。なので、まあ、自分なりに準備ができると思います。セルフテープだと質問ができないので悔しいとこですけど、オーディションとかだったら聞いてもいいと思いますね。どういうアプローチでするべきか、はい、先ほど相手役がいなければ相手役のセリフがなくても構わないとおっしゃっていたような気がするのですが、その場合自分のセリフだけ言えばよろしいのでしょうか？自分のセリフだけをですね、カットしてくっつけて編集して送ってくる方がいらっしゃるんですけども、それはですね、良くない、一番良くないですね。それをやってしまうということは、自分のセリフだけじゃなくて、やっぱりそのリアクションも大切な部分になるので、セリフが聞こえた体のお芝居をしっかり、盛り込んでいく、そこもちゃんと見てますもんね、うん、自分のセリフだけをパパパパって抜粋される方っていうのはすごい逆にちょっと不思議かなと思います、ね、間があればいいと思います。自己紹介の最初の部分なんですけども、名前と身長と事務所を言った後に、例えば一言自己 PR をする際は、自己紹介のビデオではどういったことを喋ればよろしいでしょうか？喋る必要はないと思っていて、喋ってほしい場合は我々の方でこういうことを話してくださいって言っています、うん、もし悪役の、オーディションをする場合、自己紹介の時もそういう表情でやった方がよろしいんですか？やんな方がいいですね。その普通の素の状態の方がよろしい、はい、やってくれって言われたらやった方がいいと思うんですけど、やらないでいいです、ね、はい。怪獣の案件に応募する際は、その自己紹介ビデオの身長はセンチメートルですか、それともフィートですか？案件によるけども、両方行ってみたらいいんですかね。で、知ってるのはすごいいいと思うので、うん、両方行ってください。オーディションの準備の時間がなくて、
関西弁のセリフを喋らなければいけなかった場合、お芝居と関西弁、そしてセリフを暗記する、そのどれを一番、重要視するのがよろしいんでしょうか。例えばその関西弁の方言指導の方が入るって分かっている場合は、うん、そこはあまり気にしなくてもいいですか。そうですね。うん。まあ、そこ気にしなくていいと思うんですけれども、頑張ってほしいんですよね。なんか2パターン例えばなんかやると、うん、シーンの最初で最初にハンドガンを持って突入してくるというシーンだった場合、どうやって撮ればいいですか。ああ、フレームインしてくればいいんじゃないですか。なるほど、そのさっきの大きさでその中に入ってくればいいってことですね、うん、できるだけ避けたいとは思っているのですが、どうしても雑音が入ってしまう環境の場合、どういうふうに工夫すればよろしいでしょうか。マイクで音をしっかり拾えば大丈夫でしょうか。うん、マイクでしっかり音が拾えれば大丈夫です。セリフが聞き取れれば大丈夫です。先ほどそのプロフィール写真の1枚目は役に沿ったものがいいとおっしゃいましたが、その他の写真はプレーンなものがよろしいでしょうか。それとも様々なルックの写真を提出した方がよろしいのでしょうか。プレーンなものよりはいろんな表情が見れた方がよくて、メインの写真があります、全身があります。本当はアメリカだとヘッドショットって1枚なんですよね。ちょっと A4 よりもちょっと小さいサイズにお見せしますけど、ここ1枚で、こっち側に、名前だったりとか連絡先、経歴が載るって、この1枚で皆さん勝負されているんですよね。僕もそこで育った、人間なので、日本のプロフィール見た時に逆にすごくびっくりしたんですね。おー、情報がすごくたくさんあるなっていうところで。アメリカだと1枚以上のプロフィールは受け取ってもらえないので、写真の枚数って僕そんなに意識したことないんですよね。1枚あれば十分と思ってたんですけど、あんまり多くても見てもらえないっていうことがあるので、まあなんか1枚に収まるぐらいがいいんじゃないですかね。海外案件の、案件の場合、髪の色などは黒髪の方がよろしいのでしょうか。そういった際、海外作品の場合、日本人らしさというのは求められるんでしょうか。例えば女性ですけども、海外で求められているアジアンビューティーと日本人が感じるアジアンビューティーって全く違うもので、割と写真の選択、特に女性は難しいんじゃないかな。ヘアメイクも割と違ってきますよね、うん、なんかすごい強い女性っていうのが、なんか向こうでいうとこのアジアンビューティーの感じがするじゃないですか。もう前髪パッツンで、唇はここです、目はここですみたいなメイクの、ものがなんとなく好まれたりとか、はい、まあ、前髪パッツンでもなくてもいいけど、割とこう私強い女っていうのが求められてる場合が多いと思うんですけど、日本だとオーガニックな自然体な方。はい。デモ映像を提出する際は何分ぐらいが理想ですか。そもそもデモ映像っていうのはどれぐらい必要なんですか。お芝居、デモ映像めちゃくちゃ大事ですね。デモリール、デモリール、映像シリーズ、過去の作品をまとめたダイジェスト版ですね。自分を売り込むために必要なダイジェスト映像、これもなんかクリックして飛ばされちゃうので、いろんなものがあればいいと思うんですけども、短いものでいいと思いますね。たくさん入れたい気持ちすごくわかるんですけども、例えば出演しているシーン、あったとしても、全部丸ごとシーンを入れるんじゃなくて、本当に自分の、ショットだけでまとめて、これはいいと思います。海外の作品の場合、デモテープがなかったらキャストが、キャスティングされないですね。されない。プロフェッショナルな人だなって思われないっていう、その準備を怠ってる人って結局プロじゃないよねっていう考え方なので、つまりそのデモ映像をそのまとめないと結局役が決まらないってことですか。そうですね。そのリスクすごくたくさんありますね。それかなり重要な情報ですね。どのタイミングでデモテープを提出するべきなんでしょうか。最初の応募の際ですか。応募の際はいらないです。いつどのタイミング求められたら。プロフィールに使う、写真はプロに撮ってもらった方がよろしいのですか。それとも携帯電話で撮ったものを載せても大丈夫ですか。携帯でもいいと思いますよ。正直、何を求めてるかっていうと、その役に適してるかな、この人役にこの人キャスティングする可能性ってあるのかなみたいなこと、なんかポテンシャルをそこから引き出して見てるっていうことがあって、なんかこう何十年前の写真を載せていたりとか、でも写真で加工しちゃったりとか、要はここに載っている写真のプロフィールのこの写真の人が画面に映ったとき、今日はセルフテープの話してるんで、画面にその動画で映ってきたときに、同一人物じゃないと困っちゃうわけですね。デモテープを、提出する際に、その見てて、うっとなる瞬間ってはどういう瞬間でしょうか。これは、うわ、これはひどいっていうふうになってしまうっていう。例えばじゃあ5人がその、映像のフレームの中にいます。で、その5人が
どれがそのデモテープの主なのかわからないっていうショットはまずいんですか？それも成立してないですね、うん。デモテープのコンセプトは違いますね、うん。本当にその本人が画面にバーンと映っていて、お芝居をしているものってことですか？そう思います。皆さんちょっと、ですね、スペシャルゲストが実はいらっしゃってまして、同じくキャスティングを手掛けていらっしゃる、エイジ・レオン・リーさん、フィルムスタというエイジさんのところで、キャスティングなどを手掛けていらっしゃるエイジ・レオン・リーさんがですね、実はちょうど今いらしてまして、エイジさん、今日ご覧になってて、その何か例えば、こういうことを自分としてはお願いしたいってこととかありますか？だから基本的にテープとしては、まあ、演技の最初から最後まで、でまあ、さっきちらっとも出ましたけど、まあ、実際のお芝居のシーンの前後3秒ぐらいだけ残して、あとはジョキッと切っちゃうっていうのがいいのかなと思います。なるほど。他に例えばこういうセリフテープはやめてほしいっていうのとか。その編集編先に行っちゃうと、カット割りしないでほしい、はい、BGM とか入れてくる人いるので。先ほども皆さんおっしゃってましたね。あ、出ました、はいはい。BGM 入れないでほしい。セリフテープの時は手持ちカメラで撮るよりは、何かしら先ほどみたいに机に置くとか、まあ、三脚がある方は三脚に置くとか、固定で撮ってほしいなっていうとこかな。デモテープの映像を専用に撮影する場合、その場合はちゃんとした例えばセットというか、そのロケーションでちゃんと衣装と、照明は凝ったものにした方がよろしいですか？そのつまりデモ映像を撮影する場合ですね。これは確かにその通りですよね。実際のその映画やドラマの映像に見えた方がいいわけですよね。そっちのデモ映像の方、はい、セルフテープではなく、ああそこは確かにいいとこですね。はい、デモリールとセルフテープだと確かに違って、デモリールは、多分2パターンがあって、1つが本当にお芝居を見てもらう場合と、もう1つが出演してきた作品を見せる場合があって、多分先ほどの出演してきた作品に関して言うと、自分が話している範囲で、出たものをまとめるのがいいと。でそういうものがない場合には、本当の映画に見えるようなワンシーンとかを演じていただいて送ってもらえるのがいいのかなと思います。自分のデモテープは、自分のクロースアップショットで、セリフがないというのはどう思われますか？つまりその感情の、その感情を見せるというお芝居は見せているんですけども、うん、実際にセリフを喋っていないというデモテープは成立するのでしょうか？成立すると思います。でもそれだけじゃダメですね。もちろん。そのちゃんとセリフがあるやつもないといけない、うん。自分自身がデモテープを撮影する際に、すでにある映画の脚本を使って撮影してもいいですか？これでダメですね。即答で、著作権が思いっきり。セリフって、あれでいいんじゃない？リールぐらいだっていいんじゃないですか？いやー、ね、まずいですね、おそらく。それはちょっと、明らかにその、流用なので。本当にもうどうしようもなかったら、限定でその時一瞬だけ僕らしか見れないっていう状況で出すのはありだと思いますけど、うん、限定だ、うん、一般でこれ私のリールですよって言って誰も見れる状況で出すのは、つまり内部資料として使う時であれば、まあそれは成立するかもしれないけども、それをちゃんとそのオフィシャルウェブサイトにアップロードしたりすると問題が発生するってことですね。わ、ね、はい、かりました。ありがとうございます。はい、今までに見て感動したセルフテープオーディションというのは、例えばどういうものだったんですか？ありますよね、うん、泣いちゃったやつありますよ。そのつまりセルフテープオーディションがもうオーディションに見えないってことですか？見えない、もうその人の言葉で話してる、うん、なるほど。映画のワンシーンを見てるかのように引き込まれて、もう本当にそのオーディションのテープを見てるっていう感覚すら覚えない、忘れちゃう、ずっと引き込んじゃう、うん、はい。でここでちょっと僕一つだけちょっと皆さんに注意点として言っておきたいことがあるんですけども、モノローグと専門用語で言うとソリロクイというものがありまして、モノローグとソリロクイっていうのは一人の人がずっと喋ってるものということで一緒なんですけども、モノローグは一応誰かに喋っているセリフというものがモノローグです。でソリロクイというのは何かと言いますと、その人が頭の中で考えている、本当は喋っていない考えをセリフとしてお芝居をしているというのがソリロクイでして、このソリロクイよりもちゃんとおそらく長ゼリフの方がデモテープとしてはちゃんと誰かの人間と喋ってるという。そうですね。もしやせるのか、まあ、日本語だと独白って言うんですけど、独白よりは一人芝居。中ゼリフの方がいいということですね。セリフテープは三脚で撮った方がいいというのは、その俳優の芝居だけに注目するというか、注視するというためでしょうか。手持ちで他の人が撮ると、そのカメラワークが良くも悪くも邪魔になる可能性があるということでしょうか。多分今日のお話でも出たと思うんですけど、やっぱセルフテーピングのポイントって、
その役者のお芝居の本質を一番見せたいので、背景って青色、まあ、それからグレーとか白を使うことがあると思うんですね。で、どれでもいいとは思うんですけど、僕が個人的に思うのは、服の衣装の色と被らない。例えば白の服と白の背景は良くない。青の服と青の背景は良くないので、その色が衣装と背景が異なれば、僕はその青、グレー、白、どれでもありだと思って。先ほどセルフテープの説明の際に目の動きのお芝居というものが重要というふうにおっしゃったと思うんですけれども、コンタクトレンズが入っている目というのは問題はありますか？これもしかしたら普通のコンタクトとそのカラコンの場合と分けて考えた方がいいですね。黒目を大きくするコンタクトレンズを入れてお芝居をした場合どうなんですか？普通のコンタクトったらいいけど、こうディファインとかカラコンはよほどリクエストがない限りは避けた方がいい。では、以上ですね。皆さん、今日は長い時間でしたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。最後に、では岩上さんより、最後に皆さんに何かメッセージがあれば今おっしゃっていただければと思います。とにかく一番思うのがこのセルフテープ、俳優さんたちの、皆さんの負担になるっていうふうに考えるっていうのをちょっと一回やめてほしくて、でこれはすごく、可能性があるチャンスが広がっていることですっていうことを、お伝えしたいと思ってます。すごくね、今日もたくさん、照明のセットアップの仕方、カメラのアングルとかいろいろお伝えすることがあったと思うんですけれども、何よりも僕たちキャスティングの立場、まあ、松崎さんもお伝えしてますけども、大事にしていることはとにかく新鮮で新しい素敵な、人材の方をいつも探していて、でそれをプロジェクトごとに的確に、監督にプレゼンするっていうすごくワクワクする仕事をしてますので、そのプレゼンの、なんていうのかな、まあ、手助けというか僕たちを助けてほしいっていうのもちょっとありますよね。こんなにいい人がいたんだよっていうのを僕監督の前で話すっていうのはすごいもうワクワクする、何よりも大好きなことだったりするので、その資料を作るのを手伝ってくださいということですね。で今までオーディションだと限られた人しか見れないですけれども、このセリフテープをもっと、なんですかね、スタンダードにしていくことができるのであれば、それは皆さんにもチャンスが広がることだなと常々思いますので。最後なんですけども、撮り方の質問なんですけども、例えばシーンの中で立ったり座ったり移動したりというような、動作がある場合、カメラのアングルを変えて撮影し、それを編集してつなげてもいいのでしょうか、それとも、全身が映るように引きで撮るのは表情がはっきりしないのでやめた方がいいのでしょうか。これはさっきのちょっとお説明しましたけど、編集はしない、うん、動きはそんなに重要じゃないということですね。動きを本当にこの、同じこの画角でもうずっと感情の動きだけ見せていただければいい、自己紹介動画をシーンの後と前、その一番最初に自己紹介動画が始まる方がいいのか、それとも一番最後に入れるのがいいのか、これはどちらがよろしいですか？アート、僕はアート派です。これ結構よく激論になるところですよね。アートですね。僕は芝居を見たいです。じゃあその一番最初にいきなり芝居が始まる方がいいと、うん、一番最後に自己紹介が入ってる方がいいと。はい、ではありがとうございます。では、皆さん、以上をもちまして、史上最高のセルフテープの撮り方のイベントを終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。このまま、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おやすみなさい。